Hello everyone! 今回はみっちゃん総本店、伊勢光雄さんのお店です。皆さんはもうご存知でしょうが、広島を震撼させたニュースが飛び込んできましたね。広島マツダはみっちゃん総本店を運営する企業、伊勢広島育ちの株式を 100% 取得しました。ということです。県外の方はご存じない方が多いかもしれませんが、広島のお好み焼きの原型を作ったのはみっちゃんなんです。みっちゃんとは経営者の伊勢光雄さんの愛称でもあり、お店の名前でもあります。広島風とかモダン焼きなどと言われたりする広島のお好み焼きはみっちゃんが元祖なんです。戦後すぐの頃はクレープ状の生地でキャベツの千切りを巻いてウスターソースをかけただけのものだったそうです。ご本人曰くウスターソースの水分で生地がボロボロになって食べにくいし、味も全然美味しくなかったそうです。それでも食べるものがなかったのでみんな買ってくれたそうです。その後にうどんや卵、豚肉などを乗せ栄養満点の食べ物になりました。ソースも改良し、現在のドロッとしたソースになりました。今回の件のいきさつとしては、例の流行り病のせいで経営難に陥った中、令和3年3月、一番弟子だった方が2代目伊勢光雄を襲名されました。その約1年後の令和4年1月に自動車販売の広島マツダがみっちゃんの運営企業の全株式を取得したということです。これは私の推測ですが、一番弟子だった方があえて二代目伊勢光雄を襲名し、一代目の偉大な名前が傷つかないよう、自身が泥をかぶったんだろうと思います。広島松田哲也会長は、お好み焼き文化をさらに広げていくこと、そして何よりも商売としてきちんと成り立たせていくということが私の役割だと思っています。とおっしゃってます。でもね、失礼を承知で、マツダ RX8 に乗っている私から言わせてもらいますが、みっちゃんの経営は株式会社泉さんの方が適役なんじゃないかなと思っています。まあ、お店がなくなるわけではないようなので、よかった一安心ということで、久しぶりにみっちゃんに食べに行こう